こんばんは、ヒューです。では、ディスティニーの、1の、前作のおさらいを続けていきましょう。降り立ち写真、ドレッドノートですね。潜入していきましょう。潜入、侵入、潜入。まあ、潜入なんだと思う。偵察なのかな、わかんないけど。ケイトに何言われるかわかんない。ドレッドノートのたったの一撃で。だからソロ兵器を潰す必要がある。他のガーディアンのためにトランスマットも設置してくれ。ステルス技術を乗せた廃部臭い船は他にないからな。うまくやれ。ステルスドライブを作動。パワーコンジット内に変動を検知しました。落ち着け。俺がこの手で改良したんだ。土星の嵐が妨害してるだけだろ。機能に異常。まさか壊したのか。見えていると思います。見えてます。怖い怖いよ。うわー、セーフ。どうした、大丈夫か。大丈夫なわけないです。船もトランスマットもない置き去り状態ですよ。そうか、ステルスドライブがあったらな。そんなのんきに。こっちは敵の母船っぽいのに置き去りだぞ。シティからしっかり援護してやると言いたいところだが、ドレッドノートが兵器を発射している限り援軍を送る危険は犯さない。中に入ってあの兵器の動力源を見つけ出してくれ。ちゃんと助けに来てくれよ。フォボスが崩壊する直前に見たのと同じ光です。何らかの単身かもしれません。用心してください。ここ、開かない。探索だってどこに行きゃいいんだ。あ、ここ橋が消えました。待て、エリスと確認する。ただの共鳴魔術だろうと言ってる。つまりあれだ、目の前にあるから存在するとは思うな。だな。つまり一旦確認させてもらえますか。ああ、こういうことでいいのかな。オッケー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 。これオッケー。 あ怖い怖い怖い。
あの上もあんの？え、本当に？何をスキャンするって出たか。ここ？え？どこをスキャンするって出た？何をスキャンするの？これ？ワールドグレイブによると、ハイブはこれらの虫を体内に取り込むようです。キモ。栄養のためではなく、生き残るため。胞子、が、虫。地球の祖先が死骸を糧にして育つと考えていたもの。ただ知識としてお知らせです。どういうこと？やっぱハイブ気持ち悪いよ。あー気持ち悪い。すごいフォールンとかまともに見えてくるわ。兵器は何とかできそうか。まだドレッドノートの探索を始めたばかりですよ。本当だよ、まだ。ハイブは重要なものは全て深部にしまい込んでる。まさに虎穴に入らずんば虎子を得ずだ。なんでこんなの作ったんだ。あいつら自身も危ないだろう。落ちたら死ぬぞ。そういったのはあんま関係ないのかな、この人たちは。あのエネルギーが兵器を残しています。ケイド、どうしますか？どうしますか？ああ、待て。エリスが、エシがどうのこうの言ってる。ただ撃てばいいんじゃないか？本当に？シールドが貼られています。シャットダウンできるかやってみます。なんかダメージを封鎖できるとね。そういうことでいいの？このチャンネルは破壊できました。ですが、兵器には他の場所からもエネルギーが送られているようです。うわ。見つけろ。すべて破壊しないと発射は止められない。なんでさ、ハイブ同士というかさ、ハイブは敵からすればこのハイブって味方じゃない？なんでハイブ同士乗っ取ってんだ。雇られた編にしなくても言うこと聞くだろうに。どこに行けばいいの。これも違くない？黒田でない魂がクリスタルに閉じ込められています。何世紀も石に閉じ込められる栄誉は亜空間ハイブにしか与えられないと考えていましたが、階級の低いハイブです。いい働きをしたということでしょうか。何世紀も石に閉じ込められるのが栄誉なの？もうハイブの考えは全然わかんない。あれ、俺一周してきた？はい。あれはもう撃っちゃっていいのかな。ん？ダメだよ。スキャンする。あれ、スキャンする。スキャンして。
ちょ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 まだスコアってないんだからな。よし、これあれスキャンして。倒したい敵。オッケー。どう？これは何どうしたらいいの？破壊した。三回やるの？こちらのチャンネルも破壊しました。どんどん行きましょう。全然どんどんなってないけど。うわ、何これ何もうスロールただでさえなんかあれだけどさ、こう宿られたらなんだかもう分からん。クリアスロール、もう何なんか分かんない。スキャンする。何段階かにこうあれ分けてスキャンしないとダメってこと？ちょっと待って。ちょっと待って。はい、オッケー。あれは、もう。苦しみのウィザード。苦しませてるんかい。味方苦しませてるんかい。ちょっと。えい。あ、スキャンできないよ。スキャンしたい。スキャンしたい。また出てきた。高い。OK。どう？あと何個？兵器の動力源を破壊しました。ケイド、次はどうすれば？トランスマットエリアを設置する必要がある。その付近の壁に大きな穴が開いてるはずだ。そこに設置しろ。どこ？穴ってこれ？これ穴？つうかどれも穴に見えるけど。どれも穴に見えるし、どれも道に見えるし。このあれ見てると、こう背部は几帳面なのかなのか、こうやって見てると綺麗に作ってる気もするし、なんかそうじゃないとこもあるし、一体どこ、この作り始めたらどこまで作ったらさ、 OK のラインなのか分かんない。この辺とか几帳面じゃん？なんか丁寧に作ってんじゃん？この辺も超綺麗に作ったんじゃん？の割にこういうなんか気持ち悪いとこもあるんじゃん？一体どういう状態になったら OK なのか。
蜘蛛の巣は張ってるし、あ、蜘蛛の巣なのか蜘蛛かどうかわかんないけどさ。カバル戦スカイバーナーの色です。ボボスが配置されても違いありません。え、スカイバーナー、カバルだと奴ら後回しだ。トランスマットを設置しろ。カバル、うわ、超いっぱいいるカバル。カバル当然背後を攻めてる。うわ来た、すげえいっぱいいた。あれでもカバルの船ってアメコラちゃうの。ちょっとなんか心なしか背後の船がかぶり気味だけど、あ、大きなのってこれか。あそこに大きなのが開いてるのね。で、こっからこうカバラを船を突っ込んでいけない。うわ怖い、てて戦ってる場合じゃないってさ。ビーコンを展開。トランスマットのリンクを作動。私たちの船が接近中です。おお。ザバラ、ドレッドノートのトランスマットエリアを見てみたいか。許可なくドレッドノートにガーディアンを着陸させたのか。許可をくれるか。話は後だ。ガーディアン、その戦車を始末しなければトランスマットは設置できない。どれ？あれ？うわ、撃ってきた撃ってきた。うわー、ちょっともっと近場のハイブと戦っててよ。ちょっと待って、取り当て。弾薬をいくつか転送します。弾がなくては戦えません。はい、ヘビーウェポン勝負するといいんだよね。これ強いから。うっそ、やられた。ちょっと待って、これ自滅でしょ、もしかして今の。弾薬をいくつか転送します。弾がなくては戦えませんから。その弾を取りに行くのが大変なんだけど。ちょっとこう、えい、やられる。どうか。どうか。どうした。よしよし。ようがいる。ガーディアン、軽度からこの
麗なミッションについて話は聞いた。手法はどうであれ、勝利してくれたことに感謝している。無茶なアイディアでも終わり良ければ全てよしだ。じゃあ俺はこの辺でな、ガーディアン。エリスが船のことでいろいろ言いたそうにしてる。無事に戻ってこいよ。どういう意味？なんかお仕置き的なやつ？まあお仕置きされるのは俺じゃない、なくてケイドでしょ。では、ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。